大堀川大堀川は、千葉県北西部を流れる一級河川。利根川水系の支流である。千葉県柏市青谷行った付近に源を発し、はじめは南に流れ、新小牧橋付近で流路を東に変えて流れる。途中、昆布黒池方面から流れてきた水などを合わせながら、手賀沼に注ぐ。流れ山市小牧と流れ山守備田の境界付近より、 下流が一級河川に指定されている。歴史ある寺社が育んできた、社寺林を中心とした、樹林環境が、昔のままあまり変わらないで残っている。古くは米作りを制御としていた、この地域では、五国豊穣と、家内安全を祈願する、民族文化や、水を支配すると言われる龍神への信仰もある。江戸時代、殿川や、手賀沼で採れたうなぎが人気であった。 トネ川からのものは、伏せから、手賀沼からのものはトバから大堀川の方へ集められた。伏せから約1時間の大堀川で、高田の大地から流れ出る清水につけてそのうなぎの生気を取り戻したという。そして、神村へ送られた。そのことから、うなぎの水切り場という史跡が残されている。大堀川は、底なし川であるとも、地元民の間では伝えられてきた。 支流である、地金掘りの水源、コンブクロ池や、弁天池などは、自然に湧水であるが、大堀川、本川や、その他の支線はすべて生活排水や雨水が水源となっている。上流より上流より、大堀川リバーサイドパーク、大堀川リバーサイドパークとは、大堀川沿いに整備された人、自転車専用の遊歩道である。延長はあり、 2007年3月18日に全面開通した。桜の植樹が進められており、3月下旬から4月上旬にかけて桜が見頃になる。北千葉道水路は一部の大堀川沿いに付設されており、途中には大堀川注水施設がある。そこから一部の水が浄化用水として大堀川に流されている。近年、 大堀川に酒が遡上したのは、大堀川の水がきれいになったからという説もあるが、実際は、北千葉道水路から流入した利根川の水で、勘違いをしたものと考えられている。大堀川の支線の一つ。天神前、悲観付近にて、大堀川には支線への逆流防止のため、いくつかの悲観が存在する。上流より、大堀川には、今夜船をはじめ、口細、川や さらには酒も迷い込む。また、生地やカワセミなどの野鳥の生息空間ともなっている。近年の科学的酸素要求量の値の動き34北柏橋による。ありがとうございます。